どうも本能の小物釣り師です。本日は夕間詰めにちょい投げ釣り、富山県は氷見周辺の海岸に来ました。詳しい場所は氷見港から南に1キロぐらい、そこにちょっとしたトイレと駐車スペースがあります。この釣り場の注意点は、何も禁止じゃないことで、ジェットスキーの人とか海水浴の人とかいるので、錯綜に注意しながら、ちょい投げで釣りをしていきたいと思います。さて釣れるでしょうか。さて釣り方ですが、竿は 1.8 メートルのトラウトロッド、重り負荷は7グラムまでです。それに 0.8 号の B ラインを道糸にしまして、重りは 0.5 号の中通し、針はキスの5号、餌は砂利目石五貝の塩漬けにしたものです。今回波も穏やかですので、ライトタックルでの釣りをしていきたいと思います。特に波打ち際の足元、前々回来た時にこの近くの本当に近くでよく釣れたので、今回も同じ釣り方でより柔らかい竿で釣り味を楽しんでいきたいなと思っているところです。ただしちょっと何とかしてるんですが、当たりは少ないです。もしかしたら短い竿だと辛いコンディションなのかもしれないなと、ちょっと嫌な予感がしながら釣っているところです。トラウトロッドがパッとしないので普通のちょい投げ竿に切り替えます。足元ですが、いろいろ釣れて面白いのですが、シロギスが優勢にならないということは、近くまで群れが来ていないということなので、まあ、釣れるかどうかは分かりませんが、もう少し広く遠く探っていきたいと思います。